はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。4時をちょいと回りましたね。はい、毎日毎日こう最近はこの自民党のですね、総裁選の後の石破のこう内閣がやれだらしないとかですね、裏金議員がどうのこうのというニュースにあふれてましてですね、いやつくつく自民党はアホなことしたなと思いますよ。つくつくアホなことしたと思います。あの岸ちゃんですよ、岸ちゃん、あいつあいつあいつね、あの自分では気づいていないのかもしれませんが、あの自民党をぶっ潰したのかもしれません。あの最後にですね、高市だけはあかんと言ってですね、岸田派をですね全部あの石破に入れさせたんですね。でそれが逆転の大きな流れを作ったというふうに言われています。高市だけはあかんって言ったわけですよ。それで石破にしたんですけども、石破でも大敗確率ですね。あの自公で過半数割れっていう、さっきニュースポストセブンのですね、あの予測を取り上げましたけども、多分明日あたりから続々とですね予測が出てくると思いますけども、相当苦しいし、その自公で過半数割れっていう可能性もありえますね。で七夕で勝てるのが立民ですね。立民何もこういいことしないですよ。何にも貢献しないのにですね、1.5 倍に増やしそうですよ。泉代表、昔150取るとか言ってましたけど、本当に取れそうな勢いですね。あのニュースポスト7の予測では148でしたけど、すごいやんと。もう、ただぼたもただぼた、こんなただぼたないんちゃいますか、立民にとっては。自民党が大した失政をしたわけではないんですよ、実は。岸さんがですね、なんかアホなことしたとか失敗行為だとかということでもないんですよ。いや、小さな失敗は山のようにありますよ。ありますけどもですね、内政でも外交でも大いに失敗したわけではないんですね。ただですね、あのおっさんの歯切れが悪いことで、あれですね、失望感が広がって、あの人では選挙勝てないということでですね、こう反岸田ムードが広がって、ほんであの人はしゃあないし、俺いるわって言って選んで、さらに勝てない石破を選んでるんですよ。アホちゃうかお前と。それ選ばせたののキャスティングボードを握ったのは岸田なんですよ。やってくれるやん、あんたと。ほんまに自民党のですね支持率をあんたのせいでガンガン下げた挙句に、最後これかよと。とんでもないやつをですね総裁にしてしまったということですね。でこの後自民には大敗が待ってるわけです。いや、この結果を見るとつくづくもう岸田でもよかったやんと、岸田で来年の参議院まで行こうやということにした方が負けが、多分あれですよ、前53とかって負けではなくて前20で済んだと思いますよ。いやー、ひどすぎる。でその後どうなるのかというとですね、やっぱり最有力、多分石破おろしが起こるんですね。選挙終わった後直後から、まず自公過半数割れという事態になるとですね、主犯指名をどうするかということになってきます。でもちろん自民党はですね石破で行くしかないわけですよね。で公明党との連立も合意しなければいけないわけですよね。でそれで多分その石破総理することできるけども、過半数割れ状態という状況で国会運営をしなきゃいけない。なのにこれから予算審議があるわけですね。で重要法案は野党が結束したら通りません。だから維新なり国民民主をですね、連立に引っ張り込むということが必要です。引っ張り込んだら引っ張り込んだで連中の言うことを聞かざるを得ないわけですね、ある程度。まあ、そんな大きな政策の違いはないしですね、あれですね、やりにくいっていうだけでですね、なんとかやっていけるとは思うけどもですね、来年7月には参議院選挙があってですね、そんなよたよたやってる分には石破で勝てるわけないでしょ。イメージ悪すぎるでしょ、石破で。だからどこかの時点でですね、石破を下ろして臨時党大会を開いてですね、議員だけの投票で選び直すということをするんですけど、その場合やっぱり最有力なのは高市さんですね。であと無難なのはですね、自民党員が考える無難なのですよ、まあ、林芳正であったりですね、加藤信勝なんですね。で林芳正はですね、アメリカ方面からやめとけという根回しが相当あるんちゃうんかなと思うんですね。
そうすると加藤信勝が、まあ、茂木さん人望なさすぎるんですよね。でも小泉は当面アウトです。でいきなり小畑にするのもちょっとやりすぎでしょう。やっぱり高市さんでしょうね、最有力は。で多分アメリカ方面もですね、文句は言わないはずなんですね、高市で。これは昨日ですかね、10月6日にですね、これこんな記事が出ています。 TBS ですね、高市用意しとけ、次の総裁選に向けた麻生の助言、高市早苗が目指す総理の座、石破政権の次を見据え課題払拭に動きと。若干読みましょうか。総裁選直前の9月24日、報道各社の世論調査で高市氏の支持率が次第に上がっていく中、高市氏の総裁選を支えてきた側近議員はしみじみと効果だった。去年の勉強会発足の頃を考えると、今の状況は予想外の展開になっている。前回とは違い、後ろ盾となってくれた安倍元総理はもういない。しかし高市氏は安倍氏から戦い方を教えていただいたと話す。安倍氏の闘訓を受けた高市氏の1年にもわたる総裁選の戦いを追った、うにゃうにゃと。で結局ですね、あれですね、麻生さんがですね、お前用意しとけよって言うたというところでこの記事は終わってるんでしょうね。最後まで読んでませんけどね、はい、貼っときますね、1ページ目。もうあれですね、石破さんがどこまでも使うっていう話ですけども、最短来月に変わるかもしれないという可能性はありますね。いや、途中で投げ出すかもしれませんからね、石破さん。もう集中砲火浴びますから、自民過半数割れ、自公で過半数割れって言ったら、もう2009年以来、ですね、16年ぶり、15年ぶりということですか。大してね、ちょんぼやってないですよ、岸さん、言うちゃ悪いけど、ですね。しょうもなかっただけでですね、小さなチョンボはいっぱいやってますけどもですね、大きなチョンボはやらなかった。まあ最初の期待通りの結果ね。ただあまりにもね、あまりにも分かりにくかったしですね、本人が何も考えていないっていうのはあまりにもこう分かってきたというところで、ですね、期待値が下がった、わけでして、それよりもですね、しょうもないやつを今総理総裁にしてるわけであってですね。2009年の時はね、あれ明快にね、麻生さんやったんですけど、明快にやっぱしね、悪かったんですよ。で麻生さんがなんかちょんぼしたわけではないんですよ。その前の福田さんもですね、1年間やったけどあんまりこの成果は出なかったんですね。で麻生さんもやったけど成果出なくって、おりわしくですね、リーマンショックがやってきたんですよ、麻生さんの時にですね。でもう経済がガッタガタになってって、街に失業者があふれて、でも麻生さんそれに対して有効な政策を打ったというふうには国民に見なされなかったんですね。でどんどん倒産していくでしょ、会社は。で巷に失業者あふれて、経済あかんやんって、あかんやん、どうなんのこれみたいになってる時にですね、解散、追い込まれ解散ですね。追い込まれてるから任期満了でしたね、あの時はね。で民主党というのはですね、ちょっとやっぱりあの時勢いがあったんですね。私は入れませんでしたよ、もちろんですけど、勢いがあってですね、とうとう取ってしまいましたね。ものすごい勢いでですね、なってみたら何やこれという、こうもう半年も持ちませんでしたよね、期待感が。まあまたあれかというですね、まあ、あそこまではいかないにしろですね、それに近い状態に追い込まれているわけです。そこに手を貸したのは岸さんです、一番最後に一番大きなミスをしましたね。石破さんにですね、こう入れろっていう指示を出す、これ高市さんにしとけばこんなことにはなっていないと思いますよ、なんでこんなね、ことになってしまったのか、ほんまにもうしゃあないですね、はい、ということで、まあ、次は高市さん、ね、まあ、その高市政権誕生のね、まあ、地固めをしてると思えばいいのかも分かりませんけど、まあそういうことでですね、早い段階でですね、総理総裁は変わる可能性が高いということですね。一応この TBS のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。